着物着方教室、佐久間です。全国的にコロナも落ち着いてきて紅葉の見ごろ、そしてね、少し吹く風も冷たさを増してきました。これからお出かけシーズン、ご旅行とかもね、行かれる方がどんどん増えるのではないかと思います。そのような時に羽織物として着ていただく着物の上のコート、今日はね、何種類かお見せをしてみようと思います。今日は私の私物も含めてご覧いただこうと思っております。着物のコートといえば、一番皆様に馴染みが深いのが道行きコートというコートになると思います。道行きコートというと、襟元が四角でね、ちょっと可愛らしい雰囲気もしますよね。ちょっと羽織ってみますね。今日は羽織り方もね、一緒にご覧ください。お座敷じゃない時は、後ろで振り分ける時にどうしてもね、下についてしまいますので、今日ね、何回か着ますので、その着姿で練習をしてください。道行きコート、皆さんがね、よく見られるの、こういうタイプじゃないでしょうか。襟元が四角に開いていて、割とね、どのようなお着物にも合うんですけども、どちらかというと、今日はね、私はこのようなビロード地ですけども、フォーマルな印象が強いコートになってきます。ですので、お店でおすすめするときには、そうですね、お茶をされてる方とか、お稽古ごとお花の会が多い、そのような方にはこのような道行きコートおすすめをしています。着られる着物もね、やはりそのような方、出られる場に応じてコートを合わせていただくようにしています。今度お見せするのは、この道行きコートに襟がついたタイプです。なかなかね、襟がついたもの見ていただく機会ないかと思いますので、今日はね、お持ちしてみました。イメージとしては、七五三のね、3歳の女の子が着られる皮膚の上物、ここにちょっとちっちゃいお襟がついてますよね。それをイメージしていただくといいと思います。今日持ってきましたこの皮膚のコートは、綿織という技法で織られた生地になります。綿織というと、生地を織るときに中にね、ピアノ線、鉄線を入れて織るものです。パッと見は先ほどと同様にビロードのような感じですけども、ところどころ画像でね、見ていただいてどうでしょうか、分かりにくいかと思いますけども、黒く浮き立ったとこがあるんですね。これは罠をカットして、本当のね、ビロードのように毛羽立たせているとこが紋として浮いてきています。そしてこの襟元には小さなお襟がついています。これがつくだけでね、少しまた雰囲気が変わってきています。このように黒のコート1枚持っていただきますと、武衆着の時にもまた着ていただけますし、このような今日みたいな付け下げ調のとおしゃれにも着ていただくことができます。お袖の長さ、そしてね、雪をぴったりにお手持ちの着物に合わせて、これはね、着るコートになります。この辺からね、ちらちら下のものが出るとね、やはり残念な感じがしますよね。そしてその次に見ていただくもの、脱ぐ時の所作も今日練習してくださいね。後ろで振り分けて、お袖を前で合わせましょう。出先でパタパタと折ってクロークにね、預けると素敵ですよね。この次にご紹介するのは、道中着という形になります。少し先ほどの道行きに比べると、カジュアルなね、雰囲気が強くなってきます。着物の打ち合わせのように着ていくコートになります。この道中着はまたね、ロングで作ってありますので、カジュアル感がね、強いものになってきます。そしてこのね、表地も着物のタンから作っております。このように着物と同じような打ち合わせ、
打ち合わせにすることによって後ろから見ていただくラインが裾絞まりに足の、ね、下の方に向けてスーッと細くなって少しでも出してもスタイルよく見えるコートになっています。今まで3枚ご紹介してきたコートはやはり雪ここのね長さがお手持ちの着物と合っているということがね最低条件というか着ていて綺麗なコートの姿だと思います。所作をした時にちょっと腕を曲げてバッグを持ったりしてもチラチラと下からお着物が出るとねあまり良くないですよね。そして今からご紹介するのがお気楽屋のオリジナル新しいコートになります。先ほどお話ししたように秋になってコロナもね少し落ち着いてきて旅行に出かけようかしらって言われる時に私は今日ねこの着物の上にこのように半幅帯してますけども出かけ先で2日目はちょっと帯の結び変えてみようかなボリュームのある華やかなものにしてみようかなっていう時に最初に着た2枚道行き襟と皮膚襟のものでは後ろにボリュームが出ると胸元の留めのとこちょっとね張ることがあるんですねパーンとしてしまいます。こういう結び方を変えて、まあ、角出し結びとかねボリュームのあるものもそうですけども3枚目の道中着ならばまあまあ中の打ち合わせの紐の状態で調整ができます。ですけどもこれはね私が着物を始めた時の悩みでしたけどもマイサイズじゃない着物とかちょっと雪がねいろいろあるのお譲り着物もあるし自分のマイサイズの着物もあるそういう時にああなんか上物と雪が合わないなっていうね心配ありますよね。そういう時におすすめなのがこのオリジナルのジパング新しいコートになります。今トルソーにはお洋服の上から着せています。このコートは和洋兼用で着ていただけるコートです。今日はねちょっとこのようにあのワイドパンツに合わせてますけども私が着るときにはジーンズとか真っ赤なセーターとかそういうものにねほんとカジュアルなものの上に合わせています。そのコートを着物の上からも着られるというのがねこのコートのすごいいいとこです。ちょっと今から羽織ってみますよ。先ほどお話ししたように雪いろんな雪の方がいらっしゃいます。身長にもよって雪の長さいろいろですよね。そういう時にもこのジパングお袖がこのように細くなっています。ですので長い雪の方大きなね身長の方でちょっと雪長いのって言われる方もここからチラチラと見えることがないです。そして一体化しているこのストールです。アレンジの仕方によっていろいろと襟元の印象変わってきます。まず一つ目は胸元で蝶々結び、もう何にも考えずに蝶々結びをしていただくとこのような感じ。後ろもねちゃんとお襟に沿いますし先ほどお話したように帯にボリュームが出ても前一つボタンで打ち合わせしっかりしてますので開くことがないです。着物で冬を過ごすとき皆さんがね一番寒さを感じられるのどこでしょうか。私はやはりね首元なんですね。ですので先ほどのコートとか羽織を着るときにも大判のストール首元に巻いたりしていました。このジパング今のストールをただ広げるだけじゃなく襟元に沿わすことできます。このような打ち合わせにして前立ての中に入れてしまいます。こうすることで首元、襟元本当にね、ぬくぬくと過ごすことができます。もう一つね、秘密の着方があるんですけどもこれはねもう少し先春先になったらお伝えしようと思いますが、こ
このコートがちょっとロングの羽織風にも着ていただけるんですね。真冬はぬくぬくと過ごしていただいて、この手元、私はね、よく使うのはこのようなニットの手袋。もうね、ちょっと木枯らし吹くぐらいになったら必ず手袋はしていきます。そうするとロングのものを使わなくってもお袖口絞ってありますから、このようなイメージ。グローブ、手袋のね、お色、最近ね、いろいろありますよね。ファーがついたもの、明るいもの。このね、手元のお色を変えるだけでぐんと雰囲気が変わってきますよ。私はニットのものや革製のもの、よく使います。見ていただいた時に手元、あら、なんとなく洋服のようで面白いねって言われることが多いです。これ革のものをするとね、またね、ちょっと雰囲気が違いますよ。革のグローブは、そう、手にね、キチキチなんです。でもキチキチの方がした時に素敵です。このようにコートを一つ変えるだけで着物の雰囲気ガラッと変わります。そしてコートに合わせてこのように手先の小物変えられるとね、また雰囲気が変わって楽しくなります。今日ご紹介したいろいろなコートの中でどれを選ぼうかな、またね、こういう悩みも楽しいものです。新しく発売したこのジパングも皆様のね、着物生活にまたね、彩り添えてくれるのじゃないかと思っております。ホームページの方でもご紹介しておりますので、ぜひゆっくり見てくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。